ジャン君、ジャン君、本格的に夏に突入し始めている。まだ、沖縄の島ぐらいが、梅雨明けだそうで、これからどんどん梅雨が明けていくでしょう。今日は梅雨を、ただこのあとなんか予報ではね、雷雨が来るかもしれないということで、ゲリラ豪雨の注意というふうにテレビで言っています。この神奈川県もですね、その対象に入っているようなので、大変だよ。そして今ここはエアコンが効いているんですけども、はい、ここから暑い暑い、むわーっと暑いです。そして、はい、君です。なんでこんな暑いとこにいるの、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、こっち暑いよ。こっちおいでね。はい、ちゃんくん、はい、ここを少し開けときます。そして、はい、ここも少し開けときます。そして、ジャン君は一回ちょっとジャンプしてから下ろします。はい、こっちがいいのにね、ジャン君ね。はい、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 雲が濃いめの黒っぽいのに変わってきたかもしれないね。雨来るかな。ジャン君、ポンちゃん、よいしょ、ジャン君、ポンちゃん、なんですのーって、ポンちゃんもジャン君も今日はいます。さっきおやつを食べましたね。よし、おいしかったね。お利口さんなのね。次どこから開くかな。お利口、めっちゃお利口じゃない。よいしょ、2人がいい子にしているので、また届いたぞ。何でしょう、何でしょうか。よいしょ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 。
よいしょ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 。ジャン君とアパちゃんに出たかな。なかなか。よいしょよいしょ。はーい。あれ出たー。お？なんでしょう。はい。横置き OK 簡単開閉。おおの麦茶とか入れたりして、大抵こういうの横置きできなかったじゃん、うん、昔。ああそういうことか。こうやって寝かしても大丈夫よ。そうすごいね。そうちょっとねそういうのもあってもいいかなって思ってたんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。麦茶飲みます。これ何？お皿だね。お皿？あ、ジャン君とポンちゃんのお皿かな。あ、ちっちゃいお皿だからにゃんこの柄かも。にゃんこ柄のお皿です。あ、ほら、かわいいね。形違いがなんかちゃんとしてるね。形違いがあるんだよ。あ、こっちはね、この招き猫さんだ。ほい、かわいいね。これはジャン君とポンちゃんっていうよりは人間の小皿って感じかな、うんね、お醤油入れかな。お醤油入れかな、うん、はい。あ、コーヒーかも。はい、神戸コーヒー工房。おお、コーヒーよかったね。言えてない言えてない。よっしゃ、入った。ジャン君のお友達かもよ。友達候補。はい、クジラさん。クジラ、これお財布っぽい。これのシリーズかな。ははー、ほんとだ、ね、これでもチャックがついてる。これもチャックついてるよ。あ、そうだ、うん、これもポーチだったの、はい、ふかふかポーチ。この子もふかふかポーチ。これはクリーナー付き。ジャン君がよく抱いてんだっけ。そう、ジャン君がね、顎乗せたりね、してるの。このなんだろう、なんていうか、こうふわふわした感じがいいのかな。うん、これね、でもカメラの影がついてクリーナー付きって書いてあるよ。あ、ここで画面をキレキレにもできて、でこれできっとスマホとかバッグにつけといて、うん、で小銭とかも入るよってこと。ほら、はい。よいしょ、ほら。はい、ありがとう。ありがとうございます。ん、これは何だろう。じゃんくん、バーバーカステル。あ、鉛筆削りか。うわ、難しい名前があるんだね。バーバーカステル鉛筆削り角型ミニシャチハタ。はい、鉛筆削りです。鉛筆削り、クロケンさんが使います。はい、あ、ジャン君のお友達。投げやすそうな馬。このね、尻尾とかか。お馬さん、お馬さん、多分かじられると思いますけど、すいません。ごめんね、うちに来るとジャン君は必ずやっちゃいます。必ずそうなるけど、仲良くしてね。あ、ムーミンだ。ムーミンの、はい、筆箱。筆箱だね。お、黒くらいなんか入ってたけど、それかな。ムーミンでーす、はい。そしてこれは一体何か。あ、羽だ。あ、かわいい。あ、二つ入ってる。ちゃんと二つ入ってるよ。ジャン君とポンちゃんに後でつけまーす。はい、どうもありがとうございました。こんな感じで、はい、これ立てようかな。こんな感じ、そしてこんな感じ。うん、ありがとうございます。でございました。ジャン君、羽生えてますけど。羽ポンちゃんも羽生えてますけど。ポンちゃん、じゃあいいかね。ポンちゃんはコーヒーの上に乗っています。やっぱりか。うん。何でも乗るね。
ぽんちゃんは乗るのが大好きね。ねえ、ぽんちゃん。ぽんちゃん、いい子ね。ぽんぽんちゃん。ぽんちゃん。お父ちゃんの手で匂い嗅ごうとしたね。はい。はいはい。ジャン君がすごく甘えるのはですね、やっぱり最初にだいぶ暴れん坊をしたので、その分を取り返しているんだと思います。ねえジャン君。